11秒41、大会記録は11秒50です。準決勝は3組に行われ、各組2着までと3着以下から記録上位2名が明日の決勝に進みます。予選で最も良いタイム11秒68をマークしたのは静岡の小針明葉、インターハイ 100m チャンピオン、3組5レーンを走ります。予選で2番目のタイムは11秒81、埼玉の田中里穂はパーソナルベストを更新して1組4レーンを走ります。伸び盛りの少年女子 A100m 準決勝、まもなくスタートです。最初紹介します。2レーン小谷凛、長崎。3レーン岡田みどり、愛知。4レーン田中里穂、埼玉。5レーン杉本美宇、千葉。6レーン山崎ココア、北海道。7レーン秋澤梨沙、新潟。8レーン藤井瑞希、徳島。9レーン山内春樹、秋田。少年女子 A100m 準決勝1組。1着杉本美宇、千葉、11秒51。2着田中里穂、埼玉、11秒52。北海道、11秒54。追い込み上園美宇、福井。おー、頑張れー。3レーン長岡梨沙、島根。4レーン木原麻里奈、宮崎。5レーン藤原さくら、大分。6レーン前田さくら、鳥取。7レーン千葉安住、宮城。8レーン神野莉子、福島。9レーン増田さえ、東京。少年女子 A100m 準決勝2組。
木原麻里奈宮崎11秒733着藤原さくら大分11秒83準決勝2組結果確定です。スクリーンには準決勝1組の結果です。少年女子 A 100m 準決勝3組、2レーン三味噌ひなた熊本、3レーン河野ゆな愛媛、4レーン岡林咲希高知、5レーン小針秋葉静岡、6レーン中野琴葉兵庫、7レーン松本真菜広島、8レーン滝添鈴音福岡、9レーン石田鈴花京都。少年女子 A100m 準決勝3組。1着小針秋葉静岡11秒54、2着松本真菜広島11秒59、3着岡林咲希高知11秒65、追い風 1.1 メートル。準決勝3組結果確定です。